しか遊ばないんだね。遊ばないな。ちゃんと遊ばんの。
れた。ポンちゃん、面白いね。はい、ライブの差し入れ、開封動画。開封動画なの？またちょっと日にち経っちゃいましたけどね。お土産、金曜日のライブの時に、いただいたお土産でございます。どうもありがとう。いつもいつももらってばっかりで申し訳ないね。見に来ていただくだけでもう、そうそう、十分なんですが、咳止めが、ありがとう。喉にいいよ。川崎大師って書いてある。ほんまや、ご利益もあるよ。はい、あとうなぎパイかな。うなぎパイ、よし、おいしいよね。うなぎパイだ。サクサクしておいしいよね。コーヒーあるよ。はい、うなぎパイ今からいただきます。開ける？これたまに食うとうまいよね。おいしいよね。開ける、開ける。じゃあ開けよう。よし、きれいに剥がれるぞ。よいしょ。うなぎパイ久しぶり。うん、うなぎパイ久しぶり。よいしょ。ちゃんとしたやつだね。なんかうなぎパイもどきみたいなのがあったっけ。なんかこの間食べてたの。あれ、この間食べたのはあれだよ、ホームパイっていう昔からあるお菓子だよ。あれはうなぎパイだよ。うなぎパイじゃなくてあんな、チョキチョキ。はい、食べるんです。はい、いただきます。はい、あ、こぼした、いっぱいこぼした。うまい。こぼさないように後で食べてくださいね、ちゃんと。はい、どうもありがとう。ありがとうございます。はい、はい、ライブの差し入れ第2弾です。これはまた別の方からですね。お土産もらいました。あれみたいに見える。海ホタル。海ホタルって書いてあるけど、この写真は、あの萩の月みたいな感じなのかもしれないね。海ホタルで買ったってことかな。そうだね。うん。あれ、私ハサミどこ買った。あ、それハサミはいらないね。開けてみる。そうだね。どっから開けるの？あ、ここからかな。ここですね。お、なんか美味しそう。はい。やはり海ホタルの月っぽいです。なんか美味しそうだね。うん、卵ケーキって書いてあるよ。お、賞味期限が結構シビアっぽいかな。うん、まだ平気だけど。うん、5月26日じゃん。はい、じゃあ今日のおやつ、コーヒータイム。今ちょうど、生配信を終わったところなので、これから美味しくいただきます。お母さんにもあげましょう。はい、はい、はい、今度は、また差し入れというかですね、フォークソング同好会のライブを見に行って映像を撮っていた時に、駆けつけてくれました。はい、ちょうど見に来たお友達がこれをくれました。かわいいの、これ。ほら、猫ちゃんの、うんうんうん、三毛猫ちゃんとか白猫ちゃんとか黒猫ちゃんとか見える？開けていらっしゃる。招き猫っぽい、うん、まあこれは本当はね、中は白い丸で、そうそう、パッケージがそういう風になってるタイプ、ね、見えてる？見える見える。本当？大丈夫です。これは喉のために使わせていただきます。チョコだよ。あ、こっちチョコなの。うん、チョコだよ。はいはい、こっちもチョコ。あ、チョコ。うん、これほら好きそうだよ、コーヒーが入ってるやつ。なるほど、だんだんあの好みが知れて気遣わしてごめんなさい。ありがとうございます。ありがとうございます。ごちそうさまです。